はい、皆さんこんにちは。ゲームズのよしこのです。はい、皆さんこんにちは。ゲームズのしろです。ウリエル重心化、はい、ステ予想を早速ね、まあ早いっちゃ早いですけど、はい、もうね、公式からこの前のエクスグラパークで発表されましたので、はい、これは予想するしかないと。はい、うん、ね、ウリエルね。うん、うん、これね、まあ分岐するというのは初の発表されました。初の重心化分岐。はい、ねえ、まあ前から噂はされてたけど、されてたね、うん、それがね、それはね、僕らも他のこれまでのね、重心化、まあゼウスの時とかですけどから分岐はね予想はしてたんですけど、ついに実装と、実装ね、来たね、来たね、これは普通に嬉しいわ。いや、俺これ本当に嬉しいですね。ウリエルは本当に嬉しい。結構ね、ウリエル弾くのも頑張ったんだよ最初俺。てかもう自分もね、これプロフィール記事読んでもらったら分かるんですけど、ウリエルが一番お金つぎ込んだんだよ。あ、そうでしたっけ？マジで。一番最初のそうウリエル、ちょっとじゃあウリエルの思い出話すると、ね、初めての今現劇重心祭、昔のね、普通の重心祭で実装されたね、天使シリーズのキャラで狙って引いたんですけど、出なくて、40万円使ったねウリエル。あ、マジですか？そんなにマジで使った。いったんだ。でやっと1体で1体だけ買って結局慣れて終わってるでしょ。もうね、でもね、苦い思い出がある。自分、あ、でもラファエルほどじゃないけどウリエル、あ、でもそんなことないか、俺じゃサクッと出た方だわ。ウリエルはまだナウシカさんほどじゃないけど、まあ頑張りはしたけど、でも自分2体狙いだったんで、1体目はサクッと引いたけど2体目がちょっと時間かかった。でもその後の2体目はね、なんだっけ、何かを狙いつけにいたらもうサクサクっと出たんでね。はい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 。でしかもなんか最近めっちゃ出やすい印象あるんだけど、ウリエル。あ、マジっすか？俺最近出てないっすよマジ。ダッキが実装の時の重心祭から俺ウリエル1回も引いてないっすね。マジか。でも、あ、そうなのか。じゃあやっぱ限定たるゆえんはあるか、あるかもね。はい、じゃあちょっとね予想してみましょう。まあ今分岐は言ったんで、これで壊れそうじゃないですか。あとね、もうまあこの理由がね、他に例えば多分書いてあると思うんですけど、絵のねイラストの力の入れ方がね、もう明らかに違うんだよね。もうこれだってね、おかしいでしょこれ。生放送でまず初めにね、シロさんがもう大興奮した点だから、ちょっとじゃあ発狂しましたよね。じゃあまずこれやばいでしょ。まあこっちがどっちかわかんないけど、まあおそらく進化からの書いてあるね。重心化がこっちのもう王冠がやっぱね、これまでの天使一番でかいから。注目する場所があるんだよね。そう、これ何がいいってね、まあ肩で出るじゃないですか。そこがまあいいポイントと、あと格好がこれラー進化に近いんですよ。確かに。でこの格好を、男性が好きっていうのを多分この書いた人は知ってるんですよ。若いな。でこの格好にさせて、鍵をなんかちょっと奪還して持ってるじゃないですか。これもラーとちょっと一緒、ステッキと。であれが人気だからそこから取ってきたんでしょうね。で後ろの背景とかもすっげえ作り込まれて、これが天使ですよ。まあね、こう時計モチーフのもあれがなんかね、時を司るみたいな。ね。はいはい。ってことで、ここはあれか、進化しか。で、まあ実装はね、10月2週目、これも言ってたから、もう近いっちゃ近いね。近いね。まあ重心祭前に来るんじゃないかな。そうね。で、じゃあ早速ステータス予想。はい。アビリティとまあゲージショット、ここはね大きく強化されないんじゃないかなと。なるほど。はい。最近なんかターンアビとかで強いモンスターがいっぱい出るじゃないですか。なんでアビリティの汎用性を広げるっていうよりは、SS とかの火力面やっぱ友情芸なんで、そっち来るんじゃないと。で、まあぶっ壊れ予想なんで、ぶっ壊すとまあ号令1段階目、号令2段階目、大号令、これがルシファーペルセポネ一緒の倍率ですねっていうのでぶっ壊れると。あのこのダブル十字レーザー EL なんかいいな、強そうこれ。下にね多分イメージ画像があるんですよ。はいはい、ちょっと見て。はいはいはい、これですね。はいはい。まあこれ今光と闇で分かりやすいように作ったんですけど、これが光になるんじゃないかと。なるほどね。はい。アーサーロックオンプラス十字 EL じゃないですか。それとまあ同様ぐらい。もうそれがじゃあもう十字でも出るのか。そうですね。だから要は十字方向にワンウェイレーザーと同じ量が出るってことです。っていうのが一応ウリエルの予想ですね。進化ウリエル。でまあ素材は重心流5体だろうと。だから他の属性感じないですよね。今のイラストの方は確かに感じないね。なんで光5？確かに光じゃないっていう。まあじゃあこっちの進化の方は全体的に単純に火力がアップって感じですね。がまあ予想ということで。はい。次こっち。これすごくないですか？これ本当ね。高圧的聞いたけど、自分高圧的なやつちょっと好きだからさ、うん、高圧的な高圧的な好きっすよ、ね、完全に見下されてるよね完全に見下されてるよね。これはちょっと見下し方向、下のなんかさ出てきそうなやつはさ、うん、出てくんなみたいな感じになってるじゃん、うん、これあお前ちょっとそこいろよみたいな感じね。じゃああの辺にナウシカさんいたい感じですか。そうねそのキャラをある、ね、はい、これはもう見るからに強そう、うん、でも先行っちゃうと火でしょ。いや、火だと思うよこれさ、そのサブのでしょ、うん、で一応、下の重心流の方にも書いてあるんですけど、うん、じゃあ一回下まで行きますか、はい、はいはい、バーって下の結論のとこだけ見ましょう。はい、ここ先結論、はい、この四天使ウリエルっていうのは元ネタの解釈で、うん、その罪人を苦しめるために、うん、なんか火を使ってね、うん、火炙りとかやってたらしいんですよなんでその元ネタ結構SS 名とかでも使われてるんで、はい、ところから火が来るんじゃないかっていうね、うん、サブ、うん、これちょっとガチ予想ですね、うん、はい、うん、はいはい。でちょっと上行ってアビリティとかかな、最初これねちょっとやりすぎた、反省してます、先に言っておきます。神隠から重心化の場合だと AGB 全属性耐性のウォールキラーって初じゃない。これね、あとモンスターの人とふざけて前に言ったことがあって、全属性ですね、だから要は全属性キラーですねをちょっとカッコつけて中二病っぽく言っただけ。全部の敵だからキラーできない敵はいませんで、全部の敵に 1.5 倍の攻撃力、SS はまあ、変わらずの 2段階に要はなったから、固定ダメージが増えるのかな、その 50% のね、あれがね、これが70倍になるって予想してますこれだから簡単に言うとヒットポイント10万のパーティー行った時に、うん、シャンバラの最終ゲージを8割持っていけるじゃあなんかもう、はい、HP さえあったらピンチは乗り切れるみたいな、うん、ピンチ乗り切れちゃう、なるやつか、はいはい、開幕で言ったらほとんどのボスワンパンできる。確かに。で、はい、友情やばいじゃん、友情やばいこれもちょっとやりすぎたな、やばい組み合わせになってんじゃん、はい、だからもうねこれやばいよね、これやばいね。他のモンスターで触れに行ったら貫通弾引っ張りながら加速しますっていうね、これやばいな、ちょっと頭おかしいねやつになっちゃったんだよね。みんなでねわちゃわちゃ考えたらね、いつの間にかウリエルぶっ壊れちゃったんだよね、うん、でもなんかフェイトのセイバーっぽいんだよね、イラスト、そういう雰囲気ね。じゃあ強くしなきゃってなったんですよ。まあちょっと見ていこうか。まあオールキラーがつくからには最強のアタッカー役になるでしょうと。そりゃそうだろうね。まあでもオールキラーがつくとなるとちょっとね、でも攻撃力はもしかしたら低めに設定されてる可能性はなきにしもあるんだけどね。そうですね。あとまあ火があったじゃないですか。火って言ってたじゃないですか。で片方なんかね羽がね赤いんですよ。マジ？でこれがね火属性の由来でもあるんですけど、なんで一応火属性キラーみたいのもね予想してた。闇属性キラー、火属性キラー。ああなるほどね。でダブルキラーみたいな。だからそれするとさガブリエルっぽくなるじゃないですか。そう。あそれもあるかも。だからそっちのがなんかリアリティある。そうそっちっぽい。ってのも言ったけど、ちょっと足んないなって言って、全部にしちゃおっかって言って全部になりましたはいということですね。生産倍じゃね、さっきも言ってたような大きく変化で、松崎白さんも言ってたように70倍ね、はい、超火力と。これちょっとやりすぎっすね、これおかしいっすもん70倍。それかなんかあれかもね、 HP が逆に減ってれば減ってるほど固定ダメージ逆になってくれたから、でも自分はいいな。そうですね、だからピンチの時に使えるやつですね。満タンの時にあんまこれね使いたくないんだよな、自分個人できました。まあさっきの見ると完全にね、まあ光属性であるというののさらにね加速もついてるから相性抜群、やばい。加速は抜けないでしょ。そうだね。貫通弾はなんか違うのになるかもしれないけど、光プラズマも聖夜しかいないんで、てかプラズマありそう、プラズマの方もありそう、プラズマ普通てか今言ったやつの方が全部ありそうですね。いやこれ結構1時間ぐらいかけてみんなで考えたんで、確かに強いのつけとけばいいやみたいな感じになってる。まあね結果わかりません。まあね一応まあ結論から言うとね、もしこれが当たれば異界属性ね最強の砲台ねでまた最強のアタッカーになると。でもウリエルはやっぱファン多いし、そうね、個人的にはそのラファエル以上のぶっ壊れを期待してる。少なくともあれ同様のぶっ壊れ。ラファエルも結構イラスト作り込まれてたじゃないですか。込まれてる。今回も同じだからね。イラストは確かに力が入ってる感じしたから。ウリエルは来るでしょう。確かにね。ちょっとコメントこれまだ多分来てないんで今回はちょっとねコメントないんですけど、これね動画が多分上がってる頃にはコメント欄をね募集してますんで、皆さんがねどういう予想をしてるかっていうのをぜひ予想ねよろしくお願いします。まあ自分はね自分がどうかっていうのはね、はい、あれかでもやっぱね分岐がね、うん、あるってことは、うん、そこまでね、うん、強くならないんじゃないかなって、ね、ちょっと思ってる。やっぱ選択肢が増える分だけね、うん、違うねなんか違う感じ強さとは違うなんか汎用性的な部分でなんか、ねうん、選択肢が増えるんじゃないかなと思ってるのでぶっ壊れるかは謎、うん、ちょっとそれはね懐疑的。そうですね、うん、もう分岐できる時点で十分っちゃ十分なんだよね。確かに重心が単純に2体切るのと一緒だから、うん、はいそうですよね、うんまあ、でもねウリエル、まあ、1体持ちって方は、まあ、捨てとか出たからそうだね、うん、考えましょうと。でまあ、実装重心祭前なんでね重心祭で引いて狙ってみてもいいと思います。そうねもうこれでね、うん、狙うか狙わないか、はい、ねもう決めちゃえばいいと思う。決めちゃえばいいと思うってかあれだけどそうですねそうはいということでまあでもうちのその重心化予想はね結構外れるで有名なんで、うん、もうはい、まあ、うん、重心化までのね、うん、ワクワク的な、うん、ワク記事なんでワク記事って結果まとまんないで終わりそうなこの動画ワクワク記事なんでね、はい、あとじゃあ、はい、でもねぜひコメント欄でもね、うん、毎度盛り上がるように、はい、そこでね、うん、当てに行ってもらって、うん、ねぜひ僕らもそういうの参考にしてますので、はい、そうですねぜひよろしくお願いします。はいまあ、ぜひじゃあまあ、はい、チャンネル登録ね、はいまあ、ウリエルが重心化するんならしてやるよっていう人はぜひね、うん、よろしくお願いします。関係あるかお願いします。はい、お願いします。ツイッターも2人ともやってますので、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今回もね、ゲームイズ RPG スタジオ2からお送りしました。はい、ただしかのうでした。シロでした。お疲れ様です。ありがとうございました。